皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。最近では高周波とか炭酸ガスレーザー、超音波などこう治療機械っていっぱい出てるじゃないですか。で、膣の若返りとか引き締めとかすごい様々な機器が出てますよね。でそれで今日はヨニハイフについてご紹介させていただきます。そもそも膣の若返りというからには衰えっていうものもありますし、若返りとかどういうことを言うんでしょうか。まあ、肌ってすごい年とともに衰えますよね。実は性器、膣とか外部、そこも年齢とともにすごく衰えていくんですよね。で代表的な性器の衰えとして膣の衰えというものがあります。まあ、それとあとは膣の粘膜の萎縮というものがあります。年を取ったりとか閉経で女性ホルモンが減ってしまうと膣の粘膜が薄くなって、まあ、手でいうと赤切れのように赤くなって薄くなってしまうんですよね。その結果ペニスを挿入するときに痛くなったりとか、あとはこう自浄作用っていうんですけど、膣の中の菌を調整する力が低下して雑菌が繁殖してかゆみとか匂いの原因になったりすることがあります。さてですね、2つ目の女性器の衰えに骨盤臓器の筋肉の衰えというものがあるんですね。これ骨盤底筋と言われるもので、この子宮とか膀胱とか直腸ですよね。これらの臓器というのは骨盤底筋というもので支えられています。ただし出産とか加齢で骨盤底筋の衰えが始まってしまうと これらの内臓が下がってきてしまうんですよね。まあ分かりやすく言うとですね、こんなような感じになります。膀胱が下がってしまったりとか子宮が下がってきて実際にこうペニスみたいに出ちゃうことがあるんですね。あと直腸が下がってくる場合もあります。このような状態になってしまうと尿漏れとかお小水が近くなったりとか、あとお湯が膣から漏れてくるお湯漏れなんかを引き起こすことがあります。このような症状を改善するのがヨニハイフになります。こちらが実物になります。そして膣の中に入れる部分はこちらですよね。このハンドピースを膣の中に入れるとここから超音波が発生します。で膣の粘膜下の筋膜にこう集中して超音波当てて熱を発生させるんですね。その結果熱でコラーゲンが縮んで、そしてそれを治そうという働きが起こって、そしてその結果新しいコラーゲンが生み出されるという、そんな原理になっています。新しいコラーゲンが生み出されることによって膣に弾力が生まれて厚くなって、そして引き上がる感じ、こういうふうにね、膣ハイフの場合だと3ミリの深さと 4.5 ミリの深さに熱を与えてダメージを与えていくんですよね。そしてその結果こんな感じになります。膣の粘膜の弾力性が生まれて、そしてその結果子宮が引き上がる、そんな感じになっていきます。でその結果骨盤の臓器がこう下がらなくなって尿漏れとかお湯漏れとか頻尿、そういった症状が改善される、そんな原理になっています。さてですね、私のクリニックで令和3年11月17日から令和4年3月31日までの期間のヨニハイフを施術を受けられた54名のうち36名の方が施術後の効果、持続などについての感想を寄せてくれました。膣の緩み、尿漏れ、お湯漏れに対しては膣内に超音波を当てる膣ハイフが有効かと思います。それではヨニハイフの施術を受けられた方から述べられた感想をね、何人か紹介しますね。以前との分かりやすい違いはトイレに行く回数が激減したことです。少しでも我慢すると尿漏れを起こしそうで怖かったので頻繁にトイレに行っていましたが、尿漏れの心配がなくなって人並み程度の回数になりました。気持ちが楽になりました。ありがとうございました。お湯漏れに悩んで施術を受けましたけれども、すぐに効果があってお風呂上がりに焦ったり気にする必要がなくなりました。そしてパートナーに締まりが良くなったという反応もあって嬉しかったというようにですね、すごいこう好意的なアンケート結果が出てきて私もすごく嬉しく思っています。
お湯漏れとか尿漏れとか膣の緩み感、その改善度をさらに上げるためには膣のタイトニングだけではなくって、膣トレと呼ばれる骨盤底筋のトレーニング、膣を締めて筋肉を鍛えるということももちろん必要になります。このユニハイフの効果は約1年程度持続しますので、そろそろ症状が出てきたかなと思ったら追加でやる。ただ中にはやっぱり症状の重い人の場合だと4ヶ月ぐらいでやっぱりまたやりますって方もいらっしゃいます。そのように定期的に照射をすることをお勧めします。